に。やばい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 。え、やば、嘘でしょ、危ねえ。バレしてそう。いらっしゃい、どうもブギーです。ということで、今回はですね、MP5 が弱体化されたということで、弱体化された後のね、カスタム、一体どんな感じのカスタムになっているのかというのをこちらで紹介していきたいと思います。さあ、やっていきましょう。バレル、モノリシック、インテグラルサプレッサーは、これ一緒ですね。はい。で、ストック、FTAC、コラプシブル。これあれですね、ストックなしとは違うアタッチメントなんで、ストックなしの弱体化の影響は受けておりません。はい。まあ、これも、まあ一緒ですね。はい。で、スライハンド、ステッピングがここは、これも一緒ですね。はい。これも鉄板ですね、この辺はね。はい。で、弾薬、45ラウンドマガジン。まあ、これも一緒ですね。これ、つうか、10ミリフォートの方がね、基本的に弱体化されてるんで、俺10ミリフォートの方が弱体化される前からね、こっちを使ってたんですけど、まあ、なおのことね、まあ、45ラウンドのマガジンの方が強いんじゃないかな、ということで、こっちをお勧めしております。今のね、現環境最強の MP5 のカスタムは、こちらになっているのではないかな、と、私は思うわけですよ。マーク2か。目標を奪取しろ。敵がハードポイントを奪った。ブギさん、それでターン目指さないんですか。怖いもの得意ですか、それとも苦手ですか。あ、ちょっと上にいたのかい。あ、ごめんごめん、完全に油断してた。プレデターは別に、つかそんなにエペをがっつりやってないんだよね、そもそも。たまになんか暇な時にやるぐらいだから。感じかな。怖いもの得意だよ。得意っつか俺。エペとコット同時にやってよくエームぐちゃぐちゃにならないですね。いや、ぐちゃぐちゃになってるよ。これそもそも感度違うしね、ペと COD で。エペのチーター動画見たけど、段曲がりの怖い。今回無を決めてる。えぐいよね。エペの方が圧倒的にチーター少ない。いやー、ショットガンね、なんで買った今。全部は、あれなんか外してたか、パス当たりになってた。これ自分のコットで鍛えたアイムでバイオハザード5や6、7やったら無双しそう。ホーミングガンとか怖い。あれショットガンだね。エイペックスしてからムーするとエイムおかしくならないですか。なるなるなる。エイペックスと MW ってマジでエイムの感じが違うから。オーマイガー、ぶちゃるよね。なんか感覚違くない？マウスでやってると思うんだよね。パッドはわからないんだけど、俺マウスでやってるとすごい思う。なんかエイムの感覚が違うんだよね。なるほどね。パッドでも感じます。パッドでもそうなんだ。わかりみが深田恵美です。このゲーム何かロマン好きないかなと思ってたらおでんあったわ。巻き音できないので低音で。おっ、びっくりした。巻き音できない低評価。俺も巻き音できないの俺のせいじゃねえ。MW とアペックスどっちが得意？パッド使うことないっすよ。難しいね、アペックスと。なんかゲーム性が違いすぎたな。ロマン武器、クロスボウ。てか、めっちゃボコボコにされてね、これ。小麦粉弾来た。アペックス難しいな。お前が。
小麦粉。旗に乗り続ける立ち回りとあまりしないですか。旗に乗り続ける立ち回りじゃないですね、俺は。どっちかって言ったら前線をして敵減らして味方がなるべくポイント入りやすいようにしてる。ナイファーか。けど粉塵爆発させたい。粉塵爆発。お物を消毒する武器ないんかな。ハセシンさんと 1v1 してほしい。絶対やばい。おう、野良だとその立ち回りくそう。ここ基本的にポイント入った方が一応まあ落ちやすいのかな。分かんないな。あ、今のバカだな。戻ってくるか。まあ俺はこっちの方が得意って思うけど。エピスト行かれてる。やれ。おお、すげえ、味方のエアストライクが目の前で蹴散らしてる。やば。あぶれ。やばい。あーフリーさんの配信毎日見てます。ありがとうございます。25ミリだからペイロードだそうな。あぶれ。あ、死ぬねこれは。胴体視力もすごいよな。エイム合わせるのうまいしよう。これやばいな。キー発か。ブリーさん見てたら久しぶりにムーやりたくなった。ウバロラントやってたから弱くなってるだろうけど、用事終わったんですか。エイム神すぎる。用事終わったよ。今視聴者数100人越してた。嬉しいですね。これ上にいるんでな。俺の真上に敵がいる。まだいる。仕方やったか。そんなピタッと敵にエイム合わない。おわ、何も見えない。いた。敵だぞよ。こんばんは。こんばんは。ショットガンね。今から目をます。新武器ツアレベル上げします。敵をバーベキューする武器って良いよね。アペックスでもそのエーム力あればすぐ上の冷凍でいけますよ。わら。アペックスね、面白いよね。でもアペックス上級96人もいる。ショットガンに流れを壊される。僕最近アペックスやってね。ショットガンにやられるね。助けて誰か。俺ショットガンにしかやられてない説ある。ダブル、わら。なんでここに投げてくる。あれ、グリーンさんのムツ5弱体化してるよね。ここ湧くよね。なんでこんなピンポイントで俺のとこにグレネードが来る。これしかもあれショットガンのやつだった。だから実質俺今のもショットガンにやられた。パソコンの方がプレステ4よりエイムアシスト弱いんですよね。え、どういうこと。エイムアシストついてねえぞ。ショットガンアレルギー発症しちゃう。やばい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 、危ねえ。エイムアシストないんですか。マウスはエイムアシストないっすよ。パソコンマウスはアシストないですよ。出た出た。お、そうだ、お、忘れてた。俺ナイファーにもやられてたんだわ。つけたら強すぎる、わら。
ません。プレステ4はエイムアシストだけで視点回転しますよ、わら。コーンバターハアシストつくけどね。どういうマウスでアシストあるのか、コンバーター。なんでさっきからこんなグレネードがさ、なんかいい具合にどこに落ちてんだこれ。プレステ5楽しみすぎる、わらわら。プレステ5、俺も楽しみで。パソコンでもコントローラー使えば。え、だからなんでこんなさ、ピンポイントなんだってさっきからあのグレネードの位置が。コーンバタースコ。グレネードの位置がなんでこんな神なの。ああ、あれなんだ。ゴミか。グレネードチートとかこっすいのないかな。家電流グレネードチートとか腐らんだけど、ピンポイントでグレネード的にとこで対空してないから息つむけ説。うわーマジかよ、マータナイファーだ。だからプクパッドでイハ最強なんですね。やれやれやれあんまいねえ。あー怖い。やばい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 、あれえ、やば、嘘でしょ、危ねえ。こんばんは。チーターに出くわしてないというか、チーターに気づいてないだけかもしれない。逆転してて大逆転勝利よこれ。ウェーイ、え、やばくない、114キルだって。雑談しててあの試合の内容入ってなかったけど、すげえこれ実はいい試合だった説。動画かかな。ね、GG。